おはようございます。ミスターマイアミさん、今回もねメッセージありがとうございます。非常に面白い、動画になってましたね。確かにね、いろいろと考えるところがあって、一つはイングベイ・マルミスティーンですね。こちらの方はですね、今何十50歳ぐらいになるのかな。まあ私はね10代の頃からずっとこの方のライブとかを見ていて、CD とかを買ってきてね、それから中学高校となったようなもんなんですけども、ほんと今でも聴いてるなというところをね思い出しましたね。で、お送りしたビデオってのは私が中学生の頃なんで、もう30年ぐらい前の日本武道館かどっかのレニングラードだったかな、まだソビエトかどっかだったと思うんですけども、そのコンサートだったかなと思います。まあ、情報が規制されている当時のソビエト連邦ですらイングベイ・マルムスティーンさんはねものすごく海賊版とかで有名で、海賊版っていうのはイングベイが出してるわけじゃなくてね、ロシアには音楽が入ってこないのをコピーでどんどん入ってきたんですよね。でレニングラードでコンサートだったらもう超満員みたいなねほんとソビエトの目から見たら無名のはずなんですけどね、そんな時代背景があったのかなと思いながら、当時中学生の頃ね見てましたけどもね、まあこういった時代背景は私は曖昧ですけども、はい、それでですね、女性観からいきましょうか。いやいや、深草さんいいですね。ミスターマイアミさんの女性観とっても素敵だと思います。実はね人前で奥さんを褒める、これ私もねもう恥ずかしげもなくやるんですよ。もう大好きな人には大好きな人だよっていうふうにお知らせしますし、まあ、奥さんを褒めるの大好きなんですよね、特に人前で。それは愛してる人だから当然ですよね。よくねやっぱり自分の、まあ、謙遜の気持ちも入ってるんでしょうけども、自分の奥さんとか自分の子供たちはね、大したことないよっていうふうな言い方あります。それはそれでね、美しいと思います。日本人気質だなと思いますけど、私はどっちかって言ったら「いやすごい大好きなんですよ」って「すごい人なんですよ」っていうね言っちゃいますね。うん、なんか人を立てるっていうところにもつながるのかもしれないですけども、常に人のいいところを見てね、そのいいところを人にお知らせしたいなっていう気持ちにはなるかなっていうところでございますね。ミスターマイアミさんもとっても素敵だと思います。ぜひね日本人のジェントルマン気質とかね、それからエスコートっていうこの概念、日本にも広めたいな、日本人男性に持っていただきたいなと思うところでございます。日本人男性ね、いい男になっていきましょう。今日なんかファミリーマートのポロシャツ着てますね。私ファミリーマートに勤めたことないんですけどもね。まあ、このポロシャツはメルカリで買ったんですよ。なんか冗談っぽくていいでしょこれ普段着にしてたらその他ですね、ミスターマイアミさんのマイアミのハイウェイの動画とっても素敵だと思います。これはねハイウェイの動画をたくさん撮りましょうっていうことではなくてね、普段の暮らしの中でプラスアルファの仕事をしなくても取っていけるコンテンツは量産した方がまあいいよってことなんですよ。ですから通勤途中の道路とかっていうのは別に録画しなくても通勤するじゃないですか。そしたらそれをコンテンツにしていくってことなんですよ。でそうやってね動画をね何気ない通勤中の動画ですらずっとやっていくとね、ある変化が起こせるんですよ。何かっていうと、今日は日本車の割合が多いですねとかね、あとは雲の形がね特徴的、今もう真夏の雲ですよねミスターマイアミさん、そういうのとか渋滞に巻き込まれた動画とかね、さまざま変化があるんですよね。その変化ごとにやっぱファンができたりできなかったりというところもあるのと、その何か変化が起きた時にタイトルをどういうふうにねキャッチにするかなんですよ。とてつもない事件が起きましたとかね、なんかそう空が割れるようですとかね、あとは交通事故とかはあんまりないと思いますけども、渋滞とか巻き込まれたらCIA の陰謀で渋滞が起きましたとかねなんかそういう冗談みたいなタイトル、キャッチーなタイトルにしていって、どんどん動画を見ていただくっていうことなんですよ。で不思議とねやっぱりこう動画っていろんなものを感じるんですよ、見る人が勝手に。だから発信者がこれは価値がない、これは価値があるって決める必要ないんですよね。その情報を受け取った人がいいものか悪いのかっていうのをその人の価値観とか人生観で決めていきますんで、確かに共通項はあるんですよ。素敵な女性とかね、夕暮れの景色の綺麗なのを出せば大抵の人が、ほとんどの人が素敵だねって思うのはそれは確かだと思います。夏の時期っていうのは皆さんね花火を見たかったりするのもこれも共通項だと思いますけども、私たちはね大多数の人が受けるものをやるよりも一部の大多数の発信しかしていないっていう人が多い中で、マニアックな情報発信をしている人、そういうのを期待している人に対してリーチしていけばいいのかなという考えもあるんですよ。これがだからロングテール理論ですよね。速稼塾の中で、いろんなね、こう講座がありますけども、今日はその中から抜粋してロングテールっていうのを出していきましょうか。Amazon がなんでビッグな会社になったのかっていうのは一つの説によって、裏打ちされてるんですけどね、それがロングテールなんですよ。Amazon って今はいろんなもの売ってますけど、もともとは本屋だったんですよね。で、実際のリアルな本屋に行くと何が起きるかっていうと書籍が並んでますよね、当然ですけども。で書籍って置くスペースが限られてるんで、売れそうなものとか話題のものとか実際に売れてるものがどんどん積み上がってるわけなんですよ。でもですね、売れてないような、例えば発行部数が1000部とかね、こんなマニアックな本って書籍を売っている本屋では商売にならないから置いてくれないんですよ。置いてくれないですよね、当然ですよね。でもその1000人しか読まないような本でも、その1000人にとってみたら絶対手に入れたい書籍なんですよ。だから売れてるから売れてないからっていうその考えっていうのはリアルな本屋の時代なんですよ。Amazon っていうのは1冊しか売れてない本でも置いてくれるんですよ。インターネット上に置いてくれるんですよ。でも1冊しか売れてない本っていうのは世の中にどのぐらいあるかって言ったら1億冊ぐらいあるんですよね。1億種類ぐらい。ってことは横に1冊しか売れないものをたくさん並べることによって1億冊の売り上げが取れるんですよ。でライバルはそんなことしてないってことですよね。ここによってロングテール、恐竜の尻尾みたいな感じですよね。グラフって、この1つのものが1万個のパフォーマンス出しますよと、ランキングの2位のものは8000部ですよとかってランキングでこうやって決まっていくと思うんですよ。大きいのがちっちゃいのに。でも1しか売れないものってバーッと横にすごく並ぶんですよね。恐竜の尻尾みたいに。これがロングテールなんですけども、インターネットの時代にはこのロングテールが効くってことなんですよ。で私もですね、ロングテール理論をそのまま信奉してやってるんですよ。というのが私の動画の再生数、基本的には100から1000の間なんですよ。もっと言ったら100から500の間で私の動画っていうのは推移してるんですよね。でも100から500、この少ないファンの方っていうのは私の動画が繰り返し見たくなるわけなんですよね。多分そうだと思うんですよ。でまた更新されたらまた見たい、更新されたらまた見たいっていう風になってきて、強いファンになっていただいて100人かもしれない、500人かもしれないけども、繰り返し私の動画を見てくるんですよ。他の動画を探してくるんですよ。だからやっていけるロングテールが完成してるんですよね。で、有名な方っていうのは、確かに繰り返し見てくれる可能性も高いんですけども、1本の動画なり1本のアウトプットでもう数万人とか数十万人の人が琴線に触れるというか、心に刺さるようなものをね、作ってるわけなんですよね。で私たちはその数万人とか数十万人を囲うのはとても無理だと思ってるんで、だから数人とか数十人に対して必要なメッセージを送り続けると。これがロングテール理論なんですよね。思わず講義になってしまいましたけども、これ別の動画でもありますんで、ね、そのうちまた、リメイクしたのをお届けしたいと思います。西岩倉村の山根さんですよね。こちらの方にも気づきをありがとうございます。ドイツの方ってそういう風な気質があるなんてのはね、私も知りませんでしたけども、確かにそうだなと。岡山にはですね、ドイツの森、クローネンベルクっていうのもあるんですよ。とっても静かなところで、ドイツ感満載です。たまにはね、ドイツの留学生の方とかがここでダンスをするみたいなイベントもあったりとかして、私もね、広島から好きなんで行くんですけども、山根さんもご存知じゃないかなと思いますよね。さあ、そういう形でね、山根さんの本当冗談みたいなね、コントみたいな私の動画の後に山根さんがミストだっつうからね、シャワーやるみたいなの楽しいですよね。こういったやり取りで、こうね、ぐるぐる回していけるっていうのは私としても喜びでございます。なんせね、動画を量産しましょうって言っても動画を量産する人って本当にね、少ないんですよ。分かっていてもやれない人っていうのが大多数なんで、できている人から私もこうやってね、なんかお手伝いしていきたいなというような感じでございます。だらだらといろいろと話してしまいましたけども、今回ですね、ミスターマイアミさんに、こういうふうなことが聞いてみたいっていうことはね、特に考えていなかったんですけども、そうですね、なんかね、おやつですね。ミスターマイアミさんはおやつは今食べますかね。なんかコンビニとか行って唐揚げ棒食べたりとかね、チョコレートを食べたりとかガムを噛んだりとか、そういうのはありますかね。私はね、結構一日中ガムを食べてるんですよ。これはですね、面談に来る方が多いんで、本当に口臭とかオーラルケアを気にしてガムをキシリトールガムとかを噛んで歯の保全をしようかなと思ってるところだったんですけども、ガムを結構ね食べますね。だから束で買ってきます。ボトルガムを6個で一括りになってるんですけども、それをいくつも買ってきてあらゆるところに配置してますよね。家の1階2階に配置して、寝室に配置して、リビングに配置して、で車はね今4台あるんですけども、4台ともそれぞれ、配置して、車が4台ってのも異常ですね、そういえばね。なんかいつの間にかここ1年で増えてしまいましたはい、そんな感じでね、おやつは私はガムが好き、それからおかきが大好きですね。おかきね、おかきを食べると喉が渇くんで水をいっぱい飲むんですけどもね、そんな感じでおかきも食べております。ミスターマイアミさんの好きなおやつは何でしょうか。おやつ食べないかもしれませんけどね、食べなかったら好きなおかずでもいいですご飯のおかずとかね。日本人の方っていうのはね、日本人の女性っていうのは確かに世界的に人気なんでしょうね。ご飯を作ってくれるとか、つつましいっていうとかね、そういうのがやっぱり世界的に求められてるんでしょうね、きっとね。だから女性の方でモテようと思ったら、つつましさってものにちょっとこうで、別にこれ女性に出しゃばるなっていうわけじゃないんですよ。一つの現象として控えめな女性の方がなんかモテるっていうところは確かにありますね。だから結婚するまで控えめで、結婚したらちょっと大胆になるみたいなねちょっとこう攻撃的になるみたいな方もいらっしゃるかもしれませんけども、男心をつかもうと思ったら世界各地でつつましくいることっていうのかな、なんでしょうね。これはね、なんでかっていうと、おそらくなんですけども、ものすごく自己主張の激しい日本以外の国、そういうのにまあ結構ね、うんざりしている人もいるのかなと思うんですよ。わかんないですけどね。この辺の見解もちょっとミスターマイアミさんにもう一歩深く聞いてみたいです。日本の女性のそのつつましさとかね、一歩引いたような感じが多分世界中で受けてると思うんですけども、これは取りも直さずですね、逆に考えると世界中の人って女性ね、結構アグレッシブなんですかねどういうふうに見えますかってことでございます。今回長くなりましたけども以上です。